違い。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、具体例を使いながら理解学習を実践していく、話をしていきます。多くの方が今からお話しすることできてません。まあ、できていないからこそ、落ちる方が非常に多いわけですよね。宅建の合格率は 15%、85% は落ちる。その 85% の方は今からお伝えすることできていません。今からお伝えすることって、どんなものかっていうと、多くの方がもう丸暗記学習をしてるんですね。だから一つ一つの事柄を丸暗記、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 丸暗記。で、それぞれについての違いっていうものをちゃんと理解していないんですよ。その結果、似たようなものが出てきても、引っ掛け問題って勘違いをするっていうのかな。引っ掛け問題って思い込んじゃって引っかかると。まあ実際は引っ掛け問題でも何でもないんだけれども、理解していないがゆえに、類題解けないっていうふうになっちゃうんですね。そうならないための、今回お話になります。ちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、貸し担保責任の話です。貸し担保責任の、責任の追及期間ですね。いつまで追及できますか？これちょっとおそらく見たことあると思うんですよ。引き渡しから5年、引き渡しから10年、免失損傷してから1年、知ってから1年、引き渡しから2年。この数字、ちょっといっぱいバーって並べたんですけども、これご存知ですよね。見たことあると思います。これ違いって何ですかね？少し考えてみてください。この違いがちゃんと分かっていない方っていうのは丸暗記学習しかできていない方。これの違いをちゃんとはっきり言える方っていうのは、これに関してはちゃんと理解をしている方なんですね。実際これに関する試験もよく出てます、問題も。なんでしっかり理解をしていきましょう。ではこれどういった違いがあるのか。こちらに違いを記載しました。大きく分けて、こっちが請負なんですね。で、こっからこっちが売買の話です。なんでこっちが請負の貸し担保責任の話なんです。こっちが、売り主の貸し担保責任の話なんですね。で、さらに言うと、ここで分けると、こっちからこっちが民法、こっからこっちが業法、宅建業法の話なんですね。だからもう引き渡しから2年って言われたら、あ、これ、宅建業法の、売り主の、担保責任の話なんだな、発出制限の話なんだなっていうふうに、これ、思い浮かべるじゃないですか。売り主が宅建業者で、買い主が宅建業者じゃない場合、つまり売り主って言ってるんでね、売買じゃないですか。ですよね。で、多くの方が、大体こことここら辺で、混乱してくるんですよ、この辺りで。あれ、なんだこれっつって。なんか似たようなものあるけども、違いなんだろうっていうふうに、もう違いを全く理解せずに、そのまま勉強を進めちゃう。そうすると、実際の問題では、請負の話が書いてあるにもかかわらず、こっちのね、売り主の担保責任のこの売買のルールを適用して間違えちゃうってことをしちゃうんですよ。だからそうならないためにもちゃんとこの区切りを理解しておきましょう。まあ、この区切りって違いは何なのかって、こっちは請負の話。請負っていうのは、いわゆる建物を建てるまでの話なんですよ。こっちは建った建物を売るんです。こっちは建物を注文されて作るって引き渡す。こっちは建ったものを売るなんでね。そういった違いがあるので、そこもちゃんと理解しておくといいですね。イメージしやすくなります。で、さらにここ、縦の話なんですけども、請負についても、木造住宅とか、もうこれ地盤の話ですね。地盤については引き渡しから5年間、責任を負いますよと。請負人はね、いわゆる建設業者とかって話ですよ。で、一方、鉄筋コンクリートとかについては10年間、責任を負いますよ。いわゆる引き渡す側ですね。作る側は。で、もう一つ、滅失とか損傷してから、その時から1年間。これはね、どっちも関係するんですけども、その場合も1年間しか、これ、責任負いませんよ。っていう話なんですね。で、今回ちょっと細かい話なんで、ここはお伝えしないんですけども、意外とね、こことここについても理解してない方いるんですよ。これどうやってこう考えるのとかね。ここもちゃんと理解しておかないと、実際、本試験で引っ掛け問題に引っかかっちゃう。だから、ちゃんとこういったところも理解しておこう。いわゆる違いですよね。そのぐらい違いって重要なんですよ。何が違うんだろう。こういうところってどういうふうに理解していったらいいんだろうっていうのをちゃんと考えながら勉強していくってことをぜひ行っていきましょう。で、実際のおそらく、あなたがお持ちのテキスト、もしくは予備校からね、支給されているテキスト、または予備校から教えられている内容っていうのは、
単品はちゃんと教えてもらってると思うんです。テキストにも載ってると思います。一個一個はね。ただ、それをちゃんとつなげて学習するっていうことをやってないところが非常に多い。まあテキストもそうだし、予備校でもそういったね、つなげるっていう作業、違いを理解するっていう作業をやってるところはすごく少ないんですよ。だから多くの方が、これって単品で覚えるだけで終わっちゃう。それは単なる暗記なんでね。これでは点数出ないんですよ。合格するためには暗記した点のものがありますよね。個別のもの。これをちゃんと違いとか、理由とかを考えながら、つなげるっていう作業をやる。これが理解なんですよ。単品じゃなくて、それをつなげることによって、知識がどん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 深まっていくんですね。そうすると、法試験とかでも、あ、これはこの話だから答えはこれだな。この法律使えばいいなっていうふうに答えを導けるようになるわけなんですね。多くの方が単品で覚えているから、ここの質問に対してこっちの法律を使って間違える。逆にこっちの問題なのにこっちのルールを使って間違えるってことになっちゃいますね。そうならないためにも、いわゆる理解学習が重要なんだ。つまり違いをちゃんと見つけていきましょうっていう話です。で、個別授業ではここの違いちゃんとお伝えしますんでね。その他にも、まあ、これだけじゃなくて、理解しなきゃいけないものっていうのはもうたくさんあるわけですよ。たくさんある中で、じゃあ、試験日までに、じゃあそれを全部理解できますかっていうと、多くの方がやっぱできないんですね。時間的にも自分で調べる。でもどうやって調べていいのかわかんない。違いが何なのか、ポイントがわかんない。どういった理由なのか、理由調べてもわかんない。っていうので、時間を費やす。ってなってくると、理解学習をしなきゃ合格できないけども、時間がかけすぎて、試験日まで間に合わないって方が非常にやっぱ多いわけですね。まあ実際はその理解学習をする方自体が少ないんでね、あれですけども、理解学習をしなかったら合格できないわけなので、するためにも時間かかる。そういった方にはね、個別指導ありますんで、ぜひ次の試験で合格したいっていう方は、個別指導受講していただければと思います。そしてね、次の試験で絶対合格しましょう。効率的な勉強をして短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。